どうも、健康寿命を伸ばす活動をしております、伸ばすヘルスコーチの中村直樹と申します。このチャンネルではエッセンシャルヘルスケアと題し、皆様に健康に関する情報をシェアしています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、スーパーフードヤーコンについて紹介していきたいと思います。スーパーフードはですね、カロリーにはあまりならないんだけれども、微量栄養素、ビタミンとかミネラルとか食物繊維とかフィトケミカルとかですね、そういった微量栄養素が非常にたくさん含まれていて、健康にいいよというものをスーパーフードというふうに定義しております。でヤーコンもそのうちの一つということなんですね。はい、ヤーコンはですね、スマランサスソンチフォリウスというですね、非常に難しい学術名がついてるんですが、南米アンデス地方原産のキク科の植物ということで、芋なんですね。はい、芋だということですね。この写真の通りだということですね。で、葉っぱ、貝茎、その根っこの部分ですね。それから貝根、その貝茎からニョキニョキっと生えている根っこの部分、根の部分ですね。のいずれも利用可能ということで、捨てるところがないんですね。はい、葉っぱはハーブティーになりますし、貝茎はもう種芋として使えますし、もちろん食べることもできますし、それから貝根の部分はこのさつまいものような見た目なんですけれども、生でも食べれますし、このようにきんぴらにしても食べれますし、煮ても焼いても何にしても食べれます。私も毎日ですね、今その味噌汁にですね、入れてます。はい、大根のようになる形なんですけども、大根のような感じに切るとそのような大根のように見た目なんですが、甘いんですよね。はい、シャキシャキしてる、煮てもシャキシャキしてるんです。はい、シャキシャキして甘いということなんですよね。非常に美味しいということですね。はい、でその美味しいだけじゃなくって、簡単に栽培できる、これ実は私の畑で取れたものなんですが、簡単に無農薬無肥料でできるというのも非常にメリットのあるところです。それだけじゃなくって非常に栄養がいいということなんですね。ということで見ていきたいんですが、貝根の成分、根っこの部分で説明したいんですけれども、根っこのですね、大部分 70% が水ということですね。はい、もう本当にみずみずしいですね。シャキシャキなんですね。はい、で 20% が炭水化物、タンパク質が 2%、 脂質 1%、 貝分、アクになる部分ですねが 2% で、その他が 5% ということなんですが、このその他の部分にですね、いわゆるポリフェノールですね、フェノール化合物である、クロロゲン酸なんかが多く含まれるよということなんですが、これもちろん抗酸化物質として、非常に健康効果が高いんですけれども、ヤーコンの本領はそこじゃないということなんですね。はい、ヤーコンは実はこの炭水化物に秘密があるということですね。はい、でグルコース、フルクトース、つまりブドウ糖、果糖ですね、これも含まれておりまして、その重合体である、スクロースですね、グルコースとフルクトースが混ざったスクロースですね、いわゆる諸糖、砂糖ですね、はい、お砂糖のスクロースも含まれているんですね。はい、ですがそれ以外にフルクタンというものが含まれています。これがすごいということなんですね。フルクタンはですね、フルクトースが何個も重なったものですね、果糖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 というふうに合体したものですね。はい、をフルクタンというふうに言ってるんですが、9個まで、フルクトースのこの重なりが9個までのものを、フラクトオリゴ糖と言っていますね。はい、で60個までのものをイヌリン、いわゆる水溶性食物繊維ですね、イヌリンが含まれるということなんですが、このうちのフラクトオリゴ糖が7割近く含まれているよということですね。6.4 から70% というふうにですね、非常に幅があるんですが、これもちょっと秘密がありまして、収穫してすぐはですね、非常に多く含まれるんですが、追熟させて甘くさせようとしてですね、ずっと置いとくと1ヶ月ぐらい経つとですね、だんだんこのフラクトオリゴ糖は減っていくということですね。はい、ということで、収穫してせいぜい1週間ぐらいまでに食べていただくといいということですね。そうするとこのあまり甘く、そこまで甘くしてないんだけども、フラクトオリゴ糖は非常に多く含まれているよというふうになります。はい、でこのフラクトオリゴ糖、イヌリンもそうなんですけれども、何がすごいかというと、腸まで消化されないということですね。人間は消化酵素を持っていないので消化吸収ができないということです。するとプレバイオティクスになるよということですね。つまり腸内細菌層の餌になるよということで、ここが非常にポイントだということなんですね。はい、でこのプレバイオティクスですね、短鎖脂肪酸になってアンチエイジング効果があるよということなんですが、順番に見ていきますと、ヤーコンを食べると、難消化性のフラクトオリゴ糖がですね、腸まで届いてプレバイオティクスになりますよと。
でビフィズス菌などですね、まあ、いわゆる善玉菌が増殖するということですね、はい。まあ、この善玉菌だけが多いというのもちょっと問題があると思うんですが、まあ、以前言われたように2対1対7ですね、善玉菌に悪玉菌1、日和見菌7というバランスというのはあまり、まあ、もう無視していいと、いうことなんですよね。まあ、多様性がいっぱいあった方がいいよというふうに言われているんですが、ですがこの、まあ善玉菌が少ないのは良くないわけですね。はい。ですから、まあ、ビフィズス菌がある程度増えてほしいっていうのは、同じなんですね。今までの見解と同じなんですよね。はい。で、まあ、このビフィズス菌なんかがですね、フラクトオリゴ糖を発酵してくれるということですね。発酵すると短鎖脂肪酸になるよということです。人間はこのフラクトオリゴ糖をそのまま吸収できなかったんですが、短鎖脂肪酸に変わると吸収することができるということで、まあ、結腸、もう大腸の、大腸ですね、はい、大腸の部分で、速やかに吸収することができるということで、吸収するとですね、まあ、全身で、脳を含め、全身でシグナル伝達効果があるよということですね。まあ、このシグナル伝達はですね、これも以前紹介させてもらったんですが、まあ、いわゆるサイトカインとかマイオカインとかミトカインとか、まあ、ホルモンとか酵素とかそういったもので説明させてもらってますけども、まあ、いわゆるそういった、まあ、薬理効果があるよということですね。はい、細胞まで行ってそこで何らかの反応を起こすよということです。はい。でこの短鎖脂肪酸はですね、炭素数が6未満の脂肪酸ですね。以前、ココナッツオイルとか MCT オイルの紹介をさせてもらった時に、中鎖脂肪酸が C6 から C12 というふうに紹介させてもらったんですが、それよりも短いものということですね。はい、炭鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸、超鎖脂肪酸、超超鎖脂肪酸というね、4種類ぐらいに分かれるんですが、そのうちの一番短いものということですね。はい、炭素数が6未満。で、主にですね、この、炭鎖脂肪酸として人が吸収するのは、まあ、C2 の酢酸、C3 のですね、プロピオン酸、C4 の酪酸だということですね。はい。で、それらがですね、さまざまな、まあ、健康効果を出すんですが、ちょっとメカニズムをちょっと端折らせてもらいまして、はい、まあ、免疫機能を調整するということですね。はい、ちゃんとそれぞれ、メカニズムの詳細も考察で書いてあったんですけども、ちょっと端折らせていただきたいと思います。で、免疫機能を調整する、それからがんを予防する、血糖値を下げる、LDL を下げる、便秘を解消してくれる、それから骨を強くするということですね。はい、ということで、もう本当に、まあ、高齢になるとともにですね、いろいろ悩みが出てくるようなところをすべてですね、まあ、抑えてくれてるというような感じですね。まあ、がんは特に、まあ、結腸とか、まあ、直腸とか、まあ、いわゆる大腸がんですね、を予防するのに効果があるよというような話ですね。はい。まあ、免疫機能なんかも、まあ、腸のですね、まあ、いわゆるバイオーシスが狂うこと、まあ、その腸内細菌層の働きが狂うことをディスバイオーシスというふうに言いますけれども、それによって免疫が崩れるというのはもう分かっているんですよね。はい、ですから腸の健康を保つというのが非常に大事になってきますので、まあ、このヤーコンを食べていただいて、まあ、プレバイオティクスで、まあ、腸を健康に保つということが非常に健康効果があるよというようなお話ですね。はい、ということで今回のお話が参考になったという方はですね、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録とかよろしくお願いいたします。それから第4日曜日にアンチエイジングの無料のセミナーを行っておりますので、ぜひそちらもご覧になっていただきたいと思います。あとヤーコンはですね、本当に簡単に栽培できますので、もしその方法とかですね、ヤーコン食べたことないですけどどうですかという方はぜひですね、中村までお問い合わせください。はい、熱くヤーコンについて語りたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。